ダメじゃない、ダメじゃない。ダメじゃんだからダメ。ダメ。ダメじゃん。ダメじゃんじゃないかな。パワフルロルルが長いやつ。もうあの副鼻腔炎自体は収まってるんですけど、あ、そうですか。ほとんど治っ、まあ治っ、大前に治から治ってんだけど、そのきっかけで今度、うん、なんだろう、後鼻漏って後ろにこう、後ろっていうか口の方に、うん、こう鼻が流れてくるやつね。流れてくるやつになっちゃってさ、ああ、痰絡んでんのよ。やだね。気持ち悪いったらやれしない。ジュリーさん出てちゃった？ほんとだ。でもさっきから声なかったよね、ジュリーさん。うん。宮田さんだけはいたけど。よいしょ。まだまともに一周できないもん。最後の試験嫌い。あ、いなくなった。なんか楽しそうな気がするな。なんかコントローラーちょっとセッティング違うんだよな。どこが違うのか分かんないんだよな。あ、サーバー稼働で、うん、同じにはしてると思うんだけど、なんか感覚がちょっと違うんだよ。ああ、さすが違いの分かる男。ネスカフェ、ネスカフェでいい。ネスカフェですね。ゴールドブレンド。サンタフェじゃありません。サンタフェはなんだっけ。あ、宮沢りえか。宮沢りえです。写真集。人気絶頂期になりだしたからすごいんだよな。ヘアヌードであんなに大議論になってたのに、今世の中大変なことになってますよ。そうですね、うん、ああ、はみ出ちゃった。ヘアヌードの話してたら。ダメだ、全然タイムが上がる。さっきので燃え尽きちゃったな、俺。いや、あれは確かに燃え尽きてもいいぐらいいいレースだったね。うん、楽しいレースだったね。うん、いろいろ勝負があって、あの上り調子はよかったね。ごめんなさい。楽しかった、俺。ルートは分かっていたけど。いや、上がれてよかったもん。その前の2レースが地獄だったから。回されたって言ったもんね。回されたね。2回回されたのかな。2回目はまあちょっとしょうがないな、あれだから。もう、あ、抵抗したからな。4台絡んでたから。ああ、なるほどね、うん、ちょんって触られちゃったんだよね。バランス崩しやすいところで。もうその前は、ね、なるほど、明らかにミサイルだったからね。ああ、それ嫌だね。ミサイル勘弁してほしいですよ。お前全然突っ込める権利ないのになんで来るんだよって。後ろの後ろから来た車にやられたから。ぶつかるの前提だよね、そんなの。そう、サブアカも7まで来たな。38秒7までは。またわけわかんない感じから変な書き込みされてる。YouTube の書き込み、知らない外人から書き込みが来た。コース変えませんか。コースか、コース変えないです。コースは変えないです。これは変な外人じゃないけど。ユージさんじゃないの。たまにユージさん外人の真似して。うんとか言って。いや、ユージさんじゃないですよ。明らかに違う人です。書いてる。
外人がまたオマーン人でもないです。オマーン人じゃないです。これ貼って W。よし、いやすいません返せなくて今度力入ってると思ってあ師匠お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。おかわりですか。もうサブアカです。あサブアカですか。サブアカですね。あーケイトロさんマッチするかもね。よっ3万9000ぐらいそれ。ケイトロさん早いですから大丈夫ですよ全然。39秒台だ。師匠どうだったんですか。いやもう11ですかね。僕ね、早かったんですけど、まあ、まあでも、まあまあ厳しい、コルベットには厳しい条件ですもんね。なかなか厳しいっすね。うん。ああ、そっかそっか、見てたさっき、ノーペダだったっすね、そういえばね。ノーペダで、ノーペダでよくやったと思って。師匠がノーペダすごい。まあ、ノーペダ、いや、ノーペダ目標にしてたんで。うん、ノーペダでしたね。で、ちょっと切り替えながら司令官見たけど、司令官は一言も口きかないでいいレースしてましたよ。ずっと5位とか6位争い、5位、5位、4位、5位、6位争いしてました。いや、いいですよね。で、最後5位でした。ああ、いいですね。5位いいですね。みんないいなぁ。ケイトロさんも、師匠のオペナ笑って書いてましたよ。いや、ノーペナは久々の。ノーペナで笑われてどうする。ほんと。いや、もっぺん出ようかなと思って。うん、それでもいいと思いますよね。でもね、楽しかったっすね。結構楽しいんですよね。うん、やっぱこういうなんてトレインになってやるレース楽しいです。そうなんですね。ちょっと緊張感あって。そう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 。ミスしたもん負けじゃないですかこれって。あ、そうなんですね。ね、なんかそこの緊張感は楽しいですよね。ですね。うん。ね、ミスなんで、まあ、最後の方が勝負なんですね。そうそうそう。駆け引きが結構ね。バンキンブルーなんか貯めたの一気に放出してたからね。気持ちよかったなんてね、本当に放出して気持ちよかっただよね。気持ちいいって感じ。気持ちいいって感じ。やっぱ外人さんはやっぱさ最初から来るんですよね。そうですね。あんまこう食べない。ああ。傾向的にですけど。でも俺走ったとこもが、まあ、前後外人さんいましたけど同じでしたよ。俺たちと普通でしたよ。やっぱ節約してましたね。あ本当ですか。うん。王子。みんなクリーンでしたんで。いや私ミサイルされましたよ。ただ予選が早くないと厳しいですね。そう、そうなんですよね、うん、予選がやっぱ前にいないとやっぱり大きく順位上げることは難しいんでね。難しいですね。バンキー部長ぐらい早くないとやっぱ上げれないんでね。あら何もできないね。いや、うん、だいぶごませてみようかなと思って。ミケルロボス好きになっちゃうな。好きにはなってないですね、俺。ね、何コースを15周走るのがやっぱ大変。うん、ミスなくね。そう。そうですね。予選決まってくんねえかな。いやこれも19秒台、あ、じゃあ39秒台だな。38がなかなか出なくなっちゃった。あ、39秒006。38秒68切れたら早いな。うん、
さっき1回7出ただけで、あ今も良かったのにな、また怒ってるパイロン叩いちゃった。これね、FP はいいのよ、路線が全然ダメ。さっきカラオケで38秒9位だったな。俺も確かさっきでも最初出た時は38秒8とかそんなもんじゃなかったっけ。それでよく4位入ったらね、すごいよね。A プラの部屋でしょ、うん、本当に上位の人だけ早かったっすけど、うん、組み合わせもあるからな。うん、A プラの部屋じゃないですよね。 A プラだって4人しかいなかった、俺入れて。あ、そうなの。みんな A でしたよ。だからね、俺ゼッケン4番とかだったんで、いい部屋でしたよ。いい部屋ですね。あ、かろうじてこれ8秒台入るな。最近ユージさんも YouTube やってないですか。やってないですね。近くなんぼんだろう。多くないですよ、多分。お前だからね、レース出るために車売って車買ってますからね。本当困らないかな。うん。たまんないですよね、これ。なんかこれ順位面白いな、フレンドランキング見ると。なんか、うん、ギャルジャンブロジャン、ダメジャンブロジャンだと思う。代表とぴったりくっついてるみたいな。そう。見てなかった俺。なんて仲良しなんでしょうって感じ。やっぱ人が変わる、人変わってないから同じだってことなんです。さあどうかな。監督もおかわりなんですか。ケイトラさんいた。ケイトラさんいたよ。ダメジャンもいた。ロックさんもいた。本当だ。あ、ロックさんもいた。剣道さんがいた。いや、なんだったらデントコかって言ってたくらいなんで。あ、剣道ボーイさんもいいのか。剣道ボーイさんずいぶん落ちたんですよ。前まで A プラだったんだけどね、この人。うん、まあ、傷が深くなる前にやめとくという。いましたね、W。ねえ、いましたね、ご一緒ですね。ケイトラさんのすぐ上にいた。クレイジーさん。インディアさんって人、4番手の人がなんかアンテナが1個しか、なんでとんがり GT さんって人いたけど、もう1000ポイント持ってるんですけど、すごいね、出てくんないって感じですね。え、この人絶対1位じゃん。あ、ロックさんか。ロックさん、あ、タコ踊りさんもいるよ。サイコロさんもいるね。とんがりさん反則だよ。ここの人じゃないだろ、だってあんた。そういうふうにコメントしたら、いや、それ俺も言われちゃいますよ。俺も言われちゃうから言わないですよ。何言ってんだ。いや、同じですよ。俺も何して、自分のこと棚に上げて何言ってんだって言われた。
確かに俺もそうだけどって言いながらコメントしてた。さあ頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。楽しんで参りましょう。楽しんで参りましょう。張り切って参りましょう。張り切って参りましょう。張り切って参りましょう。あー結構後ろの方かこれ。あーダメじゃんより早く出たんだけどな。あー出らんねえ出らんねえ。3番手だった。やっぱ PS5 が多いんだな。タコ踊りさんととんがりさんが早かった。うん、後ろロックさんが来てる。3人並んでるよ。4人、あ、ロックさんの後ろ、ケイトロさん来てる。ケイトロさん結構早いですからね、予選。早いね。予選って予選だけじゃなくて早いですよ。早いね。前当てんじゃだ。ケイトロさん、危なかった。変態紳士で後ろに帰ってる。ね。ね。あの師匠のレース見てて、ケイトロさんの後ろ師匠が走ってて、なんだこの変態紳士って書いてんのよ、と思って。いや言ってる方も言ってる方も言ってる方ですけど、でもね師匠の車だってあんまり変わんないですけどね。師匠の車車でまあ嘘やでーって書いてあるから嘘やでーって言ってるやなんかトラブってんだ前の車。なんだよお前、トラブったくせにそれやるのかよお前。そうお前が出た。お前お前そこで入ってくんなよ。ありゃないよな。ありゃないね。減速するならちゃんと減速してくれよって感じ。そう、最終コーナー近づいて大事なところでさ、ねえ、タコ踊りさん、タコ踊りしてんじゃないんだよ。いや土踏んじゃったんですよ。土踏んじゃったの。うん、失敗の競い合いです。いやー遅かったよ。いやータコ踊りした。なこの一周はダメだな。ランキング長すぐそばまで来ちゃったもんね。来た、ね、素晴らしい。いやミスしたからでしょういやだけどそんな大きくはないんだよ。でも言ってるほどひどくなかったけどやっぱ早いよ。これどこだろうな。
それでも8秒だ一応。38秒5。おっ、早い。なんで本赤で俺が出ないね。うん、あ、ケイトロさんだ。ケイトロさん早い。早い。新正方形さんじゃないか。ホール。いやー、失敗したな、またここ。どういう名前だよ、それ。行き急いでるね、もう完全にもう。完全に続いてる。サバガがこれも多分ね。方形さん。ああ、ここ失敗してばっかりだな。うん、でも大丈夫だと思う。いや、もうダメだ、さっきよりコンマ2秒遅い。ダメ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 。スリップもらおうと思ってたのに。あ、すいません、すいません、お役に立てずにすいません。なんか踏んだな。いや、あそこ踏みっぱなしあんなんだよね。まあ、どうせもうコンマに遅れてるからいいやと投げやりにやってたもんね。うん、あ、ロックさん俺の後ろだ。できなかった。いや、7番手上出来上出来。3番手の2番手。おー、素晴らしい素晴らしい。おー、ナイスナイスナイス。あの、下がんないでくださいよ。なんか今週4台5台は下がる。今週なんか下がってるのよく見る光景だったんだよ。あー、前アテンザだ。あー、先日人生。あー、そうなんですか。トンガリさん SR と DR 大ボラが悪さしたんだ。あ、そうなの。お仕置きか。お仕置きか。俺も1回 B まで1万5000まで落ちたからな。トンガリさんそうだったのね。そりゃ早いわけだ。そりゃそうだよ。この部屋じゃねえなと思ったけど、キテレツ大百科ですね。うん、スネ、あのドラえもんでいうスネ夫みたいなやつ。やられちゃうな。そう、これサブアカかなんかなのかなと思って、さっき G 一文字くらい違うのかなと思ったら、うん、そんなことなかったね。俺のも間違い探しだよね。 L 二つになってるって普通気づかないよこれね。気づかないね。うん。サブアカだって分かんないよね。俺の早く僕と同じ。ああ、そうですね。すぐでもすぐ帰っちゃうと思いますよ、とんがりさんだったら。そうか、押し置き、ん、プレープラで押し置きしたらどこまで落ちるんだろう。押し置きっていうか制裁受けたらね。うん、あ、剣道ボーイさんノータイム。あ、ノータイムだ。あらら、なんだ、かわいそう。ダメ、いや、ダメじゃんさん、押すかなって言ってるよ。押さんでください。さっきの部屋の方が早いの。あ、やっぱ厳しいな。早速ダメじゃん、よろしくお願いしますって言ってるで。剣道ボーイさんってなんか最近いつもムラがあるね、なんか。うん。岩手の人じゃなかったっけ？そうそうそう。別に交流は全くないけど。岩手の人は誰一人つるんでないですからね。いや、しかし随分これタイム競ってるね。38秒9が1、2、3、4、5人。こじゃないよ。やっぱりコって入れてるわ。コって入れてる。すげえな、38秒9だけで5人いるわ。
まあ、お気楽なもんでこのレースは何位でもいいんで、ただ楽しくレースできればいいってだけで、うん、できるだけ前についていきたいけどついていけないかな。ロックさんがスリップから抜けたらもう黙って行かせますから、うん、いや、やめてください。それピット入んなきゃいけないですよ。それアクセル全開なんつったらアクセル全開、言葉かっこいいですけどね。どうしてこれ、こんな前に映れるなんてことは、天が本が立てたらいいかったのに。天が、すごい RGF か、 RGF か、完全にそっちのネタじゃないの。 RGF すごいっすね。デラベッピン、デラベッピン、なんかおかしいなと思ったんだよな。 Wi-Fi 持ってるよ、雨降ってないよ。エクスタシー鈴木置いてかないで水漏れ現金、なんだこれ、なんだこれ、ひどい部屋だな、これイカレポンチばっかりだね。もイカレポンチばっかりだ本当に。これまともでしょ、俺の。まともだね、うん、王道ですよ、王道。すごい、使いやすくて、印がいるじゃない。あ、ロックさん1個間空いたんだね。空いたのか、うん、ロックさんは、ほんとロックさんすぐ分かるね、これ。うん、なんかね、いつもデザイン違うんだけど、ロックさんなんだよね。うん、ホイールが目立つ色になってるっていうのはロックさん。そうね、うん、いいそうですね、 GTR 手強いですね。まあ、ケイトロさんもタイヤうまく使わないと結構厳しめだと思うんで気をつけてくださいね、うん、まあその辺はケイトロさんも百戦錬磨でしょうからね、分からんでしょう。あ、フォードリさんは GT 番手、あのとこではみ出してからだよ。そうね、タイヤより燃費、タイヤより燃費、まあそうですけどね。ロープ内で行きましょう。うん、じゃあご安全に。ご安全に、ご安全に、安全に。いや、鼻がやばいな。あ、ヒースさんこんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。こんな前からこんばんは。ヒースさんおかわりしなかった。いや、もう出し切ったんで。出し切った。なるほど。腹いっぱいです。はい、あ、まあ、早い部屋だったもんね。とんでもない部屋ですよ。今日25分15分来てたんですからね。すげえ。いや、いきなりミスってまた同じとこで。まあ、でもペナの人がいるな。まあ、ここのペナ関係ないからね。ね、オーバーランスとか。俺もです。ケイタラさん譲らない。ダメだ、スリップ外れちゃったよ。序盤は無理するとこじゃないんだよね、とりあえず。そうどうせ混乱してみんな、ね、ペース自分のペースで走れないから多分、うん、落ちてくるんじゃないかと期待して。
スワールさんすげえなブレーキング。あーみんな早いな。あれ GTR 一体どこ行った？あ、ケイトさんが走ったね。ペナーもらってんの GTR じゃないあれ。ペナーもらってんのか。どんどん遅れていくな。あ、ペナーもらっちゃった。あららら。長いからね、抜かれたら抜かれてもいいじゃん。まあ全然構わないね。ね。うわ、後ろ3台団子になってる、嫌だな。いや、スリップ入ってないから燃費がうまく調整できないな。ケイトラさんごめん。いやケイトラさん目立つな、うん、滑った。やべやべやべ、これはタイムロスだ。ケイトさん抜かれた。結構この GTR はアグレッシブだね。うん、アグレッシブだね。うん、あと序盤あれに付き合って無理しない方がいいと思った、うん、さっきだった。だからタイミングずれてるな、思いっきり。燃料がたまらないな。やっぱ軽トラさんの後ろに入りたいな。まだまだ遠いわ。
手しまわれさんのこれ、うん、いや最初から酸素打ったら失敗した、いやそれはもったいない、いやまあでもスリップ入れてるからいいかまだ、うん、そうですね。いや、今のこの音だったな。入ってくるかよ、お前。ぶつけんのかよ、お前。お前がいる。そんなもんじゃねえな、手しまわれつんの。そうなんだよね、結構こいつダメだよ、こいつこいつダメ、荒いんだよ。あー、ペナ食らっちゃった、またずれ。何やってんの、何やってんの。あの、やってはいけない3連続ヘアビンの3つ目アウトに。いやー、燃料足んねえな。あれ、あと何周あればいい、あと9周あればいい。お、あいつピット入りやがった。おお、そうそう、この GTR もピット入んないといけないんじゃないの、そのペースで。そんなことないのかしら。いいや、スリップちょうだい。あー、ごめん、ケータさんいてー、ケナ食らってんの忘れてた。あー、申し訳ない、邪魔しちゃった、ごめんね。あー、いらっしゃい来ちゃった譲って譲って、あのオージーアホ丸だ、バナナいたんじゃうよオージーアロー丸だし、なんだ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 、穏やかじゃないね。俺にとっては今手島アレさんがろくなもんじゃないですけど、ね、俺も前もあの人にやられたんだよな。あいつ悪いな。大若の方はフレンドなんだけどね。ああ、そうなんだ。うん、ハミちゃんも流しすぎたかな。ああ、なんかハミちゃんリーグみたいなやつを前やってたんだけど。ああ、そうなんですか。うん、みんなハミチンだらけだ怒られそうだ、怒られそう、これ配信してんだから、怒られるよ怒られそうだ、怒られるよそれはダメだ、大人のおじさんの悪ノリですいませんおー、大丈夫だ、スリップですよ。止まれなかった、俺はあんまりあんまりうまくいってないんで大丈夫ですよそれスリップだけですもん、近づける要因は。うまくいってるわけじゃないだって燃料がちょっと微妙だな。で後ろコンマ4まで来てるんですよ、インディアさん。了解。いやいや、いいですよ、ペース上げなくていいですよ、抜かれるときは抜かれますからなんかピタンクだね。
今何ですかね。何だろう、あ、ポルシェ。ポルシェ3大ポルシェです。ポルシェ対決。負けられないじゃないですか。カイマン対決です。カイマン、ナオミだかなんか似てるのかしね。え、エロビトエロビト、ワニとセックスするやつ。マジか、それはまだ最悪だ。ゲテモノですけど、ゲテモノ、ゲテモノ嫌いだわ。入んのかよお前 GTR。 やっぱそうか、もう花から勝負になってないじゃん。そしたらなってないよ。ケイトラさん表彰台だよ、頑張って。ゆすんなくていいからね、ここで。いや、そんなこと言ってゆするよ、また。ペナッタ。ちっちゃくペナッタって声が聞こえたけど。やっぱりペナッタ。ゆすってる、ゆすってる。やっぱりペナッタ。師匠だ。師匠、やっぱりペナッちゃった。あららら。ああ。せっかくさっきノーペナだったのに。そうなんですよ。ウトロさん焦んないで、ペースで行ってください。タイヤ痛がってね。来た。あれが普通のブレーキングだけど、ね、うん、今遅れた、遅れた焦ったよ今、遅れました。後ろになっちゃった。, 笑いを超えないなきゃいけない。ブレーキしました。ブレーキしました。マジか。大丈夫。いや、後ろの人も付き合ってしまった。俺に。その隙に逃げてやれ。あと何周だ？何周か。揺するな、揺するな。ごめんね。うん。
2位の車がちょっと近づいてきたよ。頑張れゲートさん、これ頑張れ。なんでミサイルされた。あ、ロックさんが後ろにいるのね。あ、ロックさん後ろにいるのか。この俺の後ろのポルシェの後ろにロックさんいる。だからね、焦ってんだよ、後ろの車多分。そっか。なんならこの3人は淡々と走ってるんですよ、ただ。うん。危ねえな、危ねえな、おい。ずらった。いや、俺もね、その前ちょっとね、ブレーキ間違ったんですよ。自分のライン行っていいよ、大丈夫だから。うん、お、もうなんだこいつすごいね。あ、ごめん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 、見えてなかった。大丈夫です。あれをミサイルって言うんだよ、あれは。そうね、ちょっとお仕置きしてあげたけど、してあげた方がやつバカだよあれ。うん、あれないよね。うわぁ、なんか変な声が聞こえてくるんだけど。ロックさん多分燃費余裕あんだったら行けよ。うん、いや俺もあるんですけど燃費は。あ、やべ、ロックさん話しちゃったよ俺。ケトラさん、タイヤ終わってんのかよ、として。あと2周頑張って。あ、ロックさん、ここ早いな。うん、早い。あ、違う、俺でも話してるわ。あ、違う、話してるやつ詰められてる、やっぱり。奥さん、そこ早すぎだよ。抜かしたといいけど、宮園が書いてある。そうなんだよね。こいつバカだな。これラストアタックだね、これ。コーナーで一仕掛けてくるって。しかも頭おかしいね。何でもいねえのに頭おかしいこいつ。あと二人でミサイルくんって入れてやろう。うん。何人？日本人。インディアさん。インディア。あれに来たことある、ロビーにも来たことある人です。
ろうな。超レッドブレーキなんで。ケイトさん多分タイヤ終わってるんだこれ。ロックさんに太刀打ちできないもん。完全にロビーとかしてますな。そうですね。楽しいレースだけど、楽しいレースだけどあのミサイル野郎が水を差した。そうね。うん。2人でミサイルくんっているよね。いるか、うん、ミサイルくんですねって。やったーシングル、おーよかったですね、よかったですね。ないですか。師匠の悲しい声しか聞こえてこなかったからどうなんだろうと思って。揺すってる。わあすげえ。すげえ。面白かった。面白かった。最後の方で。いやケーマンカップ優勝です俺。ケーマンカップ。本戦の中で最上位。567がケーマンなんですよ。いやで7位がミサイル君なんですよ。インディアミサイル。燃料切れた。マジでだから揺すってたんだ。いやちゃんと本赤の人がちゃんと前に行ってくれてよかったです。いや抜かしたわけじゃないですよ。もう抜かれるしかなかったですもん。ロックさんのねあのでかいコーナー右が早すぎですよ。ね、ロックさんすごいやばいぐらい早いよね。でもケイトラさん多分タイヤ終わってるなと思ってました。だいぶ曲がんねえんだもんだって、ね、あの右右2コーナー3コーナー終わった後のストレートのさ後の左コーナー全然曲がってねえんだもん。しかし3、4、5、6お疲れ様でした。あお疲れ様でした。あそうですね3、4、5、6マッチもありがとうお疲れ様でした。ああ楽しかった、うん、じゃあミサイルくんですねって言うよね2人で、はい、了解です。おレベル33に上がった。謝ってくれるんだったらいいけど謝んねえかな。知らねえ。とんがりさんとりあえずおめでとうございます。ああとんがりさんおめでとうございます。お疲れ様でした。見てて楽しいレースでした。もうつるんで走りました。あいつひででも手締まわれもひで。そうですね。あいつバカだあれ。ミサイル君ですね。ですね。はい入れた。お本当だ。謝りもしない。謝りもしないこいつ。手締め。荒らしやすいじゃなくてあいつアホだよ。うん、あいつは信用できない。あいつバカだあれです。嵐やすいんじゃなくて恋だよあれは。ね。いやだからそれが嵐って言うんです。うん。嵐やすいんじゃない。嵐の人間なんだよあいつ。嵐だよ嵐。うん。バカ。あんなやついなくなればいい。そうですね。いやでもロックさんには本気で抜かれちゃったね。やっぱコーナー早すぎだよ。サイコロさん、サイコロさん何位だったんだ。分からん。下のあ11位だ。11位か。ロックさんに楽しかった。あ楽しかった。よし今日これで終わり。俺も今日これで終わり。じゃあ出てきます。お疲れでした。はーい。あ、お疲れ様でした。失礼しましたよ。
でしょ、タイヤ死んでたでしょ。絶対フロントないなこれと思って見てました。お疲れ様でした。あ、インディアさんひでかったな。あれはないね、うん、あのスーパーレイトブレーキで、それあれだってぶつからないわけないじゃん。ぶつからないわけないじゃん。避けなかったら、ね、うん、ロクさんの選手、ロクさんの戦略は良かったっすね。つまりロクさんやっぱコーナリングがめっちゃ早い。うん、まあ、あの 4C はコーナリングが早いんだけが売りだからね。まあ確かにそうですけどね。ストレートめっちゃ遅いから、その代わり、うん、やっても、うん、うまいことやってましたね。多分前半溜めてましたよねあれね、多分ずっとその何インディアさんの後ろで。ロクさんうまい、やっぱり。いや、あの、いけるチャンスはあるかなと思ったけど、ちょっと。いや、よし、配信切ります。お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。あ、まあ、配信切るだけですけどね。はい、私はサブアカなんだよね。あ、そう、俺もサブアカだから一回戻んなきゃ。軽トラさんの。